はすだしまごめは岩月バイパスは埼玉県はすだ市ウルードから埼玉市岩月区角くらに至る国道122号のバイパス道路である。計画総延長は9 1トルで全線片側に車線で整備される計画である。1968年に事業化され、1992年までははすだバイパスと呼ばれていた。 2006年6月11日に全線開通した。はすだ市、ウルード交差点で旧道を西に分け、数百メートル東側を南下する。関山で、埼玉県道3号埼玉栗橋線と交差し、JR 宇都宮線をくぐる。進んで、埼玉市岩月区に入ると、東北自動車道の側道となって並行し、平林寺橋で旧道と交差する。ここから、 片側1車線となり、旧道の1キロメートルほど西を南下する。東部の打線をまたいで、かくら交差点で、埼玉県道2号埼玉かすか線及び122号本道に、接続する。122号はこの先で、片側2車線に戻り、岩月インターチェンジから、川口市の川口ジャンクションまで、東北道の速道として南下する。埼玉県道3号埼玉栗橋線との、 交差部分は高架によるオーバーパス、JR 宇都宮線との交差部分はトンネルによるアンダーパスで通している。旧道は、蓮田市内において、宇都宮線蓮田駅近辺の市街地を片側1車線で通過し、なおかつ宇都宮線と平面交差し、渋滞の要因となっていた。岩月区内も狭い道で、昔から住民の生活道路となっていた。 なおかつ、東部の打線と平面交差し、激しい渋滞と生活環境の著しい悪化をもたらしていた。これらの迂回路としての役割に加え、岩月市街地で共用する、旧国道16号区間の交通量削減や、東北道岩月 IC へのアクセス向上、短絡ルートの整備を主要な目的としている。旧道区間のうち、ウルードから平林寺交差点までは、 国道指定を解除され、それぞれ蓮田市、埼玉市道や埼玉県道311号蓮田、河野市線、埼玉県道322号東門前、蓮田線へ降格されている。国道122号の他区間の改良及び、バイパスの整備により、交通量が増加しており、片側1車線が残る岩月区平林地橋以南の区間では、夜間や年末年始、 日曜等特定の曜日や時間を除いて、上下線ともに渋滞が慢性化している。下りでは、角空交差点で主に 1km 程度、多ければ 3km 程度。特に上りでは、角空交差点で、片側に車線が1車線に減少する上、角空交差点はクランクであり、下り線側へ右左折で向かう構造になっているため、これらの信号マッチなどで常に 2km 以上の、 渋滞となる。蓮田市の宇都宮線以南から岩月区内の区間で整備が進み、1972年11月17日に東北道の東側に設置した工事速道を相互通行の道路として転用する形で平林寺橋かくら館が開通した。その後、1976年6月1日に同じく速道として蓮田市 岩月市境のまご橋平林寺橋間が1982年7月26日に埼玉県道154号蓮田杉戸線の東、まご橋間が蓮田駅東側の新興住宅地を貫く形でいずれも片側1車線で開通した。これより北側の開通が遅れたため蓮田駅の南側では新旧の国道を利用する車両で 慢性的な渋滞がしばらく続いた。蓮田市北部の区間では、1989年3月31日に、ウルードから埼玉県道3号埼玉栗橋線の関山間が片側1車線で開通した。JR 宇都宮線との交差部分を含む関山から、東間の約 1.3km の区間については、沿線に近接する蓮田中央小学校への、 影響が懸念され、広報の問題等で長く工事凍結状態にあったが、2006年6月11日にこの区間も開通し、これにより全線開通した。同時に、ウルードからマゴメ橋の手前までが片側に車線化された。2011年3月8日、正午、マゴメ橋、平林寺橋間で、東北道西側の速道が開通して、上下車線が分離された。 東側は、はすだ方面から平林寺橋への一方通行となった。しかし、開通後間もなく、旧道の岩月市街側から平林寺橋交差点を誤って右折しようとする車が見られ、実際に、上り線において、ご侵入者との正面衝突事故が発生したため、ご侵入防止として道路に2車線分、交差点前に侵入禁止のペイントが施された。 岩月区内の東北道西側の約 2.8km が未完成区間として残っている。用地は早期に確保されており、東部の打線との立体交差のために、古戦共用の高架柱が建てられたものの、岩月区か倉地区の沿線住民から、アンダーパスへの計画変更を求める運動が起こり、長く動きはなかった。2007年度から工事が開始されたが、 住民との交渉のために2013年度に予定していた完全片側に車線化の完成を断念した。交渉の結果、騒音対策の干渉地帯を設けることなどを条件にオーバーパスで通すことで2012年に合意し、高架柱の撤去、掛け直しを行い、2017年度の完成予定に変更となった。しかし、 工事の遅れにより2017年度から古戦橋用の高架柱の撤去、掛け直しを開始したため、古戦橋の完成は2020年度、四車線化の供用開始は2022年度の予定としている。四車線化の際に、平林寺橋以南で現在使用されている道路は、下り一方通行となる。ありがとうございます。